さんこんにちは、いちもりゅうです。朝から声を張っております。今日はこう前回の動画の最後に予告した通り、5分メイクをやってみた動画なんですけど、あんまりにも急ぎすぎて暗いとこで縦で撮ったので、 YouTube のなんか絵面的にうんって感じなんですけど、もう撮っちゃったものはしょうがないので、一応編集してアップしたいと思います。すんごい画質悪いけど、なんとなく参考になってくれたら嬉しいです。あとすんごい下からのアングルで撮ってるので、普通になんか補正効いてないから二重顎とかになっちゃったりすると思うんですけど、ブスって言うな。それではご視聴、それでは VTR どうぞ。ある日のメイク、リミット5分間、タイムリミット5分。まず化粧下地を塗ります。化粧下地が大事。5分しかないんで、さっきね、携帯で動画撮ろうとしてたら、アングル的にキッチンの隅で撮りたかったんですよ。そのキッチンの隅のところに立てかけようとしたら、その隅と隅の間に入っちゃって、もう今から出発しなきゃいけないのにどうしようみたいな。ちなみにこういうねものを使ってます。そして私は化粧下地の上にこういうなんかくすみカバーみたいな、くすみカバー下地みたいなグリーンのものを塗ると肌にすごいぴったり合うので塗っております。今日新しく筆を買ってきたんですけど、もうそんな時間はないので、もう手でできるところまでパパパパって塗っちゃいます。もうね、感覚本能で塗ります。もうてんとかやってる時間ないので、本能で、もう5分でいかに終わらすかが大事。もう出かけなきゃいけないから、この辺タクシーとかないから、もう急いでてもね、隠れないんですよ。もうね、走るしかないの。そうすると化粧が浮いちゃうから、化粧した意味っていう風にねなっちゃうんで、いつまで声張っていこう。マイク買えっていう話ですよね。買います、マイク、しばし待ちを。あのさ、音声さんが持ってるようなピンマイク、あれをつけたら一発なんですよね、携帯の音声が。でもそれつけると多分独立しちゃうから編集が大変なんだよ、きっと。これでね、携帯の画面をモニターにしてやるっていう。しかも補正機能ついてるから、携帯でいくら綺麗に映ったところでっていう感じだけども、あと3分、やばい。下地を塗ったら今度はこれを塗ります。こちらはあのハイライト、あ、じゃなくてハイライト用にも使えるアイシャドウ下地ですね。アイメイク下地、でも普通にハイライトとしても使ってます。こういう眉毛の剃った後のところとか、本来生えているけども眉毛の形地を剃っているところとかに塗るとあ、いい感じです。で、補正が効いてるとすごいいい感じなんだけど、このクマをね消すのにも使えます。ギャンギャン携帯補正効いてるからすごい反応してくれるよね。本当はコンシーラーとかも買ったんですけど、そんなのしてる時間がないので、
一気にきます。一気にで今度は眉毛をやっていくんですが、こういった何でもいいんですけど、リキッドで細い筆と太い筆がついているタイプで、最近のマイブームは桃井ちゃん眉なので、桃井ちゃんの眉はほぼ一直線、困り眉の一直線、キリッとした感じの、最初困り眉で入るんですけど、語尾はキリッと、本当私結構な広がり眉っていうか、ここは本当はこうなってるんですよね、かなり反ってるので、あんまりそういうのが目立たないようにしたい。正直ここはもう髪で隠れちゃうんで今日はいいです。あー5分、こう眉マスカラちょっとつけます。からつけるときに必ずこの辺に、この辺に、ね、ついちゃうんですよね、この辺に、うん、しょうがない、うん、多分いずれ消えてくれるでしょう、うん、ちなみに髪染めたというかハイライト入れました。ちょっとねこれから馴染んでいくことを願います。なんかね思った色とちょっと違くて、やっぱ自分の気質がその色通りになるとは限らないってことを知りました、ね。すごいグリーンアッシュにしたかったんですけど、ほぼオレンジみたいな、なんか金髪っぽい感じになりました、ね。まあこれからヘアカラーもちょっとずつ勉強していきたいと思います。この私のマイブームは目尻のあたりを中心に色をのせるって感じですね。目尻から真ん中にかけて塗っていく感じで、あとは、石原さとみちゃんがぼかすのが大事、グラデーションが大事っていう風におっしゃってたので、なるべく好みなのははっきりしたパキッてしたメイクなんですけど、なるべくぼかすようにしだしました最近。もうちょっと。感じでどうでしょう。もういいんじゃないですか。やばい、走らなければいけない。全然5分経ってるけど、7分経ってる。これでちょっと発色の強い色をのせます。こういうものでのせます。のせました。もういい。今日はアイラインなしでいこうかな。アイラインね、引くと完全に時間オーバーだな。アイラインちょっとオーバー目に引きます。こっちが問題だな。こっちはちょっと垂れ目なので、左右非対称なんでちょっと右に揃えます。携帯のモニターがだいたいこんな感じ。いいでしょう。こんな感じでリップやってない。リップやったら終わり。結局5分メイクじゃないな、9分メイクだな。でリップやって、髪のセット全然やってないわ。こういうタイプのものと、あとイヴ・サンローランのこちらのレッドをね、何番かわからないですがレッドを、分かって
な感じで塗っております。よし、 OK、 よし、これで完成です。5分メイクならぬ9分メイク行ってきたいと思います。行ってきます。はい、ということで、参考になるのかならないのかならない、参考になるのかならないのかわからないメイク動画でございましたけども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。いっちゃんがブスだって思った方は高評価とグッドボタン、いっちゃんが可愛いよって思った方も高評価とグッドボタンよろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムと、TikTok と17の公式ライバーのアカウントもフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画は前オフの1日で撮ったと思うんですけど、あれの続編っていうのがあるので、あれも一応ちょっと出したいと思います。それでは良い日曜日を。 See you next time。